皆さん第一戦目ありがとうございました。っていうか本当に一戦目でこれってちょっとびっくりした俺。行くよー。行きついですね。行きましょう。いやいやインポンなりたくね。同時にダブルか。ダブル。デトネーターの弁護士早押しのな。最後アドミンにいた2人誰だっけ？あのアップロード前。アドミン僕いました。アドミンは僕に西原さんと一緒にあのファイル送ってました。カフェテリアの右上から、マサルとアドミンに行きました。はいはいはい。その前にストレージ側行った人います？あ、俺行きました。あ、じゃあ、坂ちょっとグレーかな。これストレージなんですよ。で、アドミンすぐ下。通路出たところっていう感じで。はい。俺、ちなみに開幕、ストレージ降りて、で、エレクトリカルそのままタスク続けてやって、はい、で、今最後停電してたんで、配電盤の前っていう流れで、で、誰とも会ってないですね。あ、いいですか。カメラちょっと覗いたときに、O2 に加藤さんがいて、茶色ピンクがアドミン下下ってったようには見えてました、僕は。あ、小平さんの方がってことか。俺ね、今のにも乗っけるけど、ナビゲーション終わってシールドの方に行くときにタコマンさんが下から上がってきた。あ、じゃあ茶色ピンクが降りてってるってんだったら、か、本格じゃない、これ。うん、タコマンさんだと。いや、僕、8人釣り毒っすけど、はい、これ同時っつうのは、まあ2人4人いるんで、そうだよね。まあ1人ずつやってるか、もしくは結構時間あったんで1人が2人やってる可能性もありますけど。タコマンさんと小平さんがナビゲーションって言いました？アドミンから下下っていくのを見てます。ああ、アドミンから下か。多分坂さんが通り過ぎてった後ですね。なるほど。いや、俺やってないです。時系列的に多分坂さんが開幕なんで、何やみんなやってないっていうから。もうそうなんですけど、もうすれ違ってるからな、シールズぐらいで。うん、やってないんじゃなくて、なんか他に材料があればいいんですけど。まあでも釣り毒なんでいいんじゃないですか。これちょっとまずいですよ。まあまあ2人残っててもとりあえずここしか釣れないんで。なんで直んないのこれ。ちょっとちょっと、あのちょっと、あの悪くなった瞬間だったね。僕と加藤さんが最速で、直しに行ってたと思うんですよ。俺が2番目に多分ついてて、加藤さん最初にいて、で、右4つライトが光ってない状態だったんで、あの直してたらパチ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 鳴り始めて、複数人でいじれるんですよ。あ、そう、共有なんですよね、あれ。あ、そうなんだ。俺もやってたよ、エレクトリカルでなんかパチパチやってたよ。これね、僕と前で直してたの誰ですか？西原勝、あとタコマヨさんもかな。
はい。で、俺も現場見てます。で途中から僕もあの手離しました。多分あのマサルが共有して共有っていう多分気づいてないと思ったんで。そう。で俺そのバチバチ最後に、はい、最後に電番前にいた人ちょっと明るくなったと思うんだけど、それで覚えてます？明るくなって色がパッと見えたっていうのは、俺がすれ違って、はい、そのエレクトリカル行くまでにすれ違ったのは釈迦もすれ違ったし加藤さんもすれ違ったんだよね。あでも俺はもうあのパチ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 なってんの見て、でそこボタン押しに行ったんで、うん、俺はもう最後はいないっす、ね、離れてたのね。あもうボタンの前っす。桂さんどこいました？僕はメドベイかな。あの試験管をなんか一中中中ってやつが2段階目がよく分かんなくて、ちなみになんですけど俺死体見てるんですよ、はいはい、うんうん、で死体レポートの前にボタンが押されたんですね、うん、で死体がエレキ出てストレージの入り口のところにあるんですよ。なんで、はいはい、これ電盤から動いた人だと思ってて、俺の中で今釈迦す、うん、俺っすか。俺だってボタンの前っすよ、はい、うん、だからボタンまで歩く途中ね。でもそんなに集まってたんだったら、そう、あの桂さんも怪しいと思うし、電盤の前にいた人も全員怪しいと思うんですけど、まあ全員怪しいんだけど、はい、まあ最後までいた人はちょっと違うかなって。加藤さんがいじってたっていうんだったらなおさらで、あれこれつんなくて大丈夫っすか誰か。あそっか6人か、6人ちょっと2人残ってる可能性を考えて。釈迦配信よく見てるけど釈迦くせえな言い方。おこれモロさん殺すか。モロさん殺しとくか。ちょっと早いけど殺しとくか。おわめっちゃ死んでる。あまりに遅かったんで俺また起きてんのかな。もう絶対人死んでるわと思って行った。で今エレキ行ったの誰？行ってない。桂さんもマヨも行ってない。僕は今多分1分間チャレンジ今大川さんと一緒に来ましたよね、はい、俺マヨは俺また多分怒るんだろうなと思ってウェポンから右回りでタスクしてました。なるほど。じゃあ釈迦です。え、なんですか？おかしくないですかそれ。俺はもうボタン待機ずっとしてたんですよ、うん、はいはいはい。で俺メドベイの通路で上に上がっていく大川さんと一緒に一瞬上に上がってきましたね。大川さんメドベイの通路。あメドベイじゃないか、すいませんアドミンっす。俺は上には一切上がってなくて、えアドミンの、上に上がっていく釈迦とはすれ違った。えおかしい、え嘘だ。あじゃあ大川さん一回上にステップしません？いや俺大川さんは怪しいと思ってないですよ。いいっすか？俺モルさんが怪しいと思いますけど。でも4人なんで、まあね、もう4人になっちゃったんだったらこれもう一郎じゃないですか。ったんでさっきのあのエレクトリカルの時に釈迦さんが通ったエマージェンシーまでの道筋を教えてほしいです。ん？もう一回。エマージェンシーまで行く時のエレキっすか？エレキから普通にストレージカフェテリア。その時には死体なかったですよね。死体ないっていうか俺がだって一番最初に一人で動き出してカフェテリアまで爆走してるんで周り誰もいなかったっす。うわあ、岡さんどっち入りました？俺釈迦。さっきの俺も加藤さんの死体をマジで見てて。いや俺釣ったらマジでやばいんでこれスキップマヨさん入れない？いやスキップ。いや4人だからこれもう一郎なんだよ。いやマジで負ける。いやマジで負ける。
いやだっていやおかしい、いやおかしいって、いやちょ冷静に考えて、だってエレクトリカルで人が死んでて俺が疑われる意味が分かんなくない？電気つかない妨害工作できんのって。だって俺いない、だって俺いないよ。ちょっと待って、妨害工作の時だって俺いないっすよ。人読み全開で言ってるからごめんなさい。俺妨害工作って、だって俺カフェテリアのボタンの前にいるのに妨害できるわけないじゃないですか。いやいなかったでしょ、すれ違ってんだから。俺ボタンの周り回ってるし。いや妨害してくんのやべえな。え、最後大川さんが言った妨害ってなんすか？え、なんかもう全くつかなかったから、あれつけに行った人の妨害永久にしてんじゃないかなって思ったの俺。あ、妨害ってそっちの妨害か。あ、そう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 、最初のあのエレキのパチパチかと思った。で、僕はエレキ行ったら釈迦さんにさっくりでしたよね。そうですね、うん、そう、江尻さんがボタンの周りに結構長い時間いたの俺見えてんですよ、あの重なって、うんうん、で大川さん途中からいなくなって、あ、行ったなと思ったんだよね。え、大川さん、うん、最後嘘ついたの票集めるためですか？ん、何の？あのアドミンで一瞬上に上がってきたやつ。え、俺マジですれ違ったよね？いや、すれ違ってないっす。俺は普通にカフェテリアから行ってて、で、大川さんは一回。俺がすれ違ったの誰？いや、俺っすよ、俺っす。すれ違ったんじゃないっす、あれ。うん、あの、大川さん、カフェテリアのボタンの周りでくるくるしながら、あまりにも直んないから一回アドミン行ったじゃないですか。行った。で、俺、後ろからついてたんですよ、それ、カフェ側から。はいはいはい、そしたら、大川さんが一瞬上に上がってきて、で、そこで俺たち重なったんですよ。あ、なるほど、なるほど。あ、なるほど。俺、なんか動き、ちょっと。うわ、悔しい。あんまり自分の動き、それは嘘っていうか覚えてなかったかも。ああ、なるほど。周りの票を集めるために俺と確信してやってんのかと思いました。やべえと思って。勉強になった。情熱大陸釈迦だったね。で俺はもうなんだろう、直しに行ったってより死体を見に行って、もうレポート連打しながら走ってて。あ、だからあんなに早かったのかは、あと1秒だったんですよね、最後。大川さん殺すの。ずーっと後ろついてきながら俺もキルボタンカチ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 ってクリックして死んでるわこれと思って、まあ一人だったら大丈夫だろうなと思ってボタン連打してたんだけど、悔しいな、この時間もう二人死んでるなと思って